ウィンドプロファイラーは地上から直接上空の風を測る装置である。機材としては上向きに設置されたドップラーレーダーまたはドップラーソーダーであり観測地点直上の風向及び風速の垂直分布を瞬時に観測することができる。自由待機中の風を測る手段としては ラジオゾンデなどの気球を飛ばし、これが風に流される動きから各高度における風向、風速を求めたり、飛行中の航空機の待機速度と、待機速度との差から、風向、風速を逆算するといったことが行われてきた。ウィンドプロファイラは、これらを代替、保管するものとして、現在、世界各国で研究及び実用化が進められている。気象業務におけるウンドプロファイラの利用は、 始まったばかりで2005年現在本格的に気象業務のための観測網を展開しているのは日本とアメリカだけである。以下の記事においては原則として日本の気象庁が Windows として全国に展開している機材について述べる。なお気象庁における正式な表記は Windows Profiler である。電離、温度、湿度などの不均一から生じる大気の屈折率の 揺らぎによって電波が反射されることは異常電波やエンゼルエコーとして知られてきた。1970年代になるとこの現象を利用した大気レーダーが開発され、ラジオゾンデが到達できないような超航空の大気の動きを研究するために利用されるようになった。この大気レーダーを大流圏の風の測定に使用するために改良したものがウィンドプロファイラである。 実際の気象業務における仕様は、米国海洋大気庁による米国中西部での業務実験を行使とし、各国もこれに続いている。常設の観測網としての展開は、1992年に運用が開始されたアメリカの NPN が世界初のものであり、2001年には日本の Windows がこれに続いた。欧州では、 ユープロフと呼ばれる観測ネットワークが13カ国27地点に展開し、業務化に向けた試験運用が進められている。音波も、また、電波と同じように大気の揺らぎなどによって反射されることから、1980年代には、超音波、または過長域の音波を用いたソーダー方式のウィンドプルファイラも開発されている。しかし、 高度方向の分解能が高く測定可能を高度が変動しにくいといった利点がある一方、高雨の落下音や周囲の物体の風切れ音といった雑音によって測定不能に陥りやすく施設の周囲に騒音をもたらすなどの欠点がある。ことから通常の気象観測においてはノアが一部のレーダー方式のものに併設するなど補助的かつ少数の使用にとどまっている。 レーダー方式のウィンドプロファイラには、大気に対する透過率、想定される反射体の大きさ、国際的、国内的な電波の利用状況などに鑑みて、以下の帯域の電波が用いられる。気象庁のウィンドプロファイラは、1000MHz のうち 1300MHz 付近を用いている。測定高度が0.24から 5km であることから、下部境階層レーダーと呼ばれることもある。 このレーダーのアンテナは44メートルの正方形の中に2424 24個2組の素子を持つ理論ビーム幅4度のアクティブフェイズドアレイアンテナでありアンテナ面上で電波の位相の分布をずらすことによって送受信する電波の方向を変えるため機械的作動部分は存在しないまたアンテナの周囲には地面による反射の影響を避けるためのクラッタフェンスと呼ばれる柵が設けられ さらに降雪からアンテナを保護するためのレドームで覆われる場合もある。なお、音波を用いるソーダー方式のウィンドプロファイラでは、複数の送受信装置を垂直及び東西南北に傾けて設置することによって、ビームの傾きを得ている。送信出力は平均428ワット。 パルス繰り返し周波数は 10kHz、20kHz、40kHz の3段階切り替え式となっており、気象条件による大気の透過率の変化や観測目的に応じた高度方向の分解能の調整に対応している。風の測定自体は1分ごとに行われるが、時系列の変化傾向から外れた5データを取り除くなどの品質管理の処理を行うため、 実際に出力される観測結果は10分ごとのものである。各観測地点からはこれをさらに1時間ごとにまとめたものが中央監視局に送信され全国分を編集した観測資料は気象庁の業務に用いられるほか民間気象会社の利用や気象庁ウェブサイトでの公開に供されている。ウィンドプルファイラの測定原理ウィンドプルファイラで風を 観測する一般的な方法は5ビーム法と呼ばれる。まず、延直方向及び東西南北それぞれに同角度ずつ傾けたビームにより合計5方向に対してパルスの発信及び反射波の受信を行う。この反射波の到達時間及び周波数の変異から各高度における空気の動きのうち各ビームに平行な成分が測定される。各ビームによる 測定結果から風のベクトルを L 例として渦に遠直方向及び東西方向のビームによる測定とかぜとの関係を示す東西方向のビームの傾きを敷いた風の水平成分を U、遠直成分を W、そして遠直方向及び東西方向のビームによって同高度に観測されたドップラー速度をそれぞれ VZ、VE、VW とすると これらには以下の関係式が成り立つ。ve イコール w コサインシータ u s θ 有進 θ。vw イコール w コサインシータ u s θ 有進 θ。vz イコール w。これらを連立方程式として解くと、u イコール2シシータ w イコール vz。おえる。同じ処理を南北方向についても行えば、このコードの風を3次元のベクトルとして把握することが、 できる。測定の前提として、同高度で5本のビームが入る空間において均一な風が吹いていなければならないが、これは地形や建造物による影響を受けない、上空においては概ね妥当な過程であるため、実用上の問題はない。また、この式の未知数は U、W の2つなので、適当な反射をもたらす大気の揺らぎが存在しなかったり、測定結果が 他の2本と矛盾しているなどして、東西南北各軸において3本のビーム中1本の測定値が使用できなくなっても観測は成立する。このため実際の製品では延直方向のビームを用いない4ビーム法や延直方向のビームと東及び北方向各1本の斜めビームだけを用いる3ビーム法を用いるものもある。ウィンドプロファイラーの原理を応用して 上空の気温の分布を測定するものとして RASS がある。これは垂直に備え付けられた電波ビーム送受信機及び音はパルス発信機からなり電波ビームを持って高度ごとの風速の延直成分とともに音はパルスの上昇速度を測定する。空気中の音速は空気の密度と気圧の関数として求められるが空気の密度は気圧と気温の関数であり さらに高度と気圧との関係は概ね固定的である。ため、任意の高度について、音はパルスの上昇速度を、風速の延直成分で補正して、音速を確定すれば、その高度における気温が逆算される。欧米では単独の装置として、あるいは、レーダー方式のウィンドプロファイラに、音波パルス発信機を併設することで、 RASS を利用している観測施設もあるが、ソーダー方式のウィンドプロファイラと同様に騒音を生じること、ラジオゾンデによる直接観測と比べて誤差が大きくなりがちであることなどから、日本では実用化されておらず、研究用のものが存在するのみである。従来のラジオゾンデなどによる観測に比べて、ウィンドプロファイラによる風の観測には以下の長短がある。短所の存在は、 ウィンドプロファイラによる観測が、ラジオゾンデなどの飛翔体による観測を完全に代替するものではないことを示している。観測成果の利用にあたっては、気象レーダーやラジオゾンデの観測結果と照合分析することによって、より正確な情報を得ることができる。特に観測値の不在が、必ずしもその高度が無風状態であることを意味しないことには、 注意が必要である。ありがとうございます。